はい、こんにちは、タカです。相場の方なんですけども、2月に入ってからポンドとゴールド、これの強さというのが目立ってはいたんですけども、今週はもう爆発してますよね。対ドル、対円で見ても、どちらの通貨も高値更新、来週にも十分つながる動きにもなっているかと思います。一方で、ドルの動きがちょっと鈍いですね。はっきりした動きになってきません。動きの方が出そうにはなっていたんですけどもね、もう完全に潰されました。そのあたりをチャートから見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。少しも過去の方が見えなくなってきましたけども、日足を見ていくと上昇トレンドが継続しています。押し安値は割っていませんから、どこかで買っていける流れというのはあるんですけども、今週、特に火曜日水曜日とこの底値圏でレンジ相場を作っていたところから上抜けの形が出ています。サポートされてドルが買われたんですよね。これすごくいい流れだと思います。直近のトレンドも上を向いていますし、抜けた後もしっかり高値を更新しています。少なくとも戻りの高値、こういった高値を試す展開になるんじゃないか。でも結果としては行ってこい、潰された形になっています。来週はこの2日間にわたる売りの存在、これを意識していこうかと思うんですよね。この売りがどこから来ているのかというところなんですけども、4時間足を見ていきたいと思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足を見ていくとレンジ相場が綺麗に見えてきます。上昇トレンドもはっきり見えますけども、所詮はレンジの中での値動き。今回売りが入った木曜日金曜日の値動きもレンジ相場で見ていけば単にレンジ上限から売りが入ったに過ぎないんですよね。ドルに関してはずーっと下落のトレンドというのが出ています。今は流れが止まっていますけども、波が反転しているわけではありません。売りのバイアスは強くかかったまんまなんですよね。高値を試してダメだった、ならば次は安値を試す展開、こういった流れになっても何も不思議はないと思います。そして来週なんですけどもね、安値を試しているということで、今度はこれ割れたらどうなるか、この部分は考えていかないといけないとは思います。いわゆるドル売りというのが強く出てくる可能性、もちろんレンジ相場で終わってしまうかもしれませんけども、直近2日間では大きな売りが入っています。抜けてくる可能性もなくはないと思うんですよね。レンジ相場いつまで続くか分かりませんけども、レンジというのはいつか抜けてきます。来週は、特にこのドルが大きく売られる可能性、レンジを下回ってしまう可能性ですね、抜けてしまう可能性というのを頭に入れながらトレードの方はしていくことになるかと思います。はい、最後に日足に付け足を重ねています。なかなかこういった大きなチャートを見ることも少ないですけども、もしドルが安値をつけてきたとしたら、ドルというのは去年の3月コロナショックですね、これ以降ドルというのはずっと売りが続いています。今もこのトレンドというのは継続しているんですよね。安値をつけてくればこういったトレンドに乗った売りというのも出てくるかもしれません。しかもこれは月足の流れになりますからね、それなりに大きな波ということになります。結果がどうなるかは分かりませんけども、ドル売りへの警戒感、もうこれは絶対持たないといけない状況にはなってきているかと思います。ただしまだ結果というのは出ていないですからね。今はこの底値圏で値動きが止まっています。この結果というのを見ていくことになりますね。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。木曜日のこのポンドの買い、金曜日の豪ドルの買い、これが本当に目立ちます。これに対して弱い通貨がドルということになりますんでね、ポンドドル、豪ドルドル、このあたりを見ていくと大きな上昇になっています。円の方も水曜日に一度買われましたけども、これ以外はもうずっと利が続いていますんで、弱い流れというのは出ているかと思います。ならば、ポンド円、豪ドル円、このあたりを見ているとやっぱり強い流れが出ていると思います。来週もまずはこの流れの継続、これは見ていかないといけないかなと思いますね。それに対して弱さを感じるのがこのユーロになってきますね。どうしてもこのユーロなかなか動きが出てきません。ドルが売られるんであればこういったユーロが買われる展開、あっても良さそうなもんなんですけどもね、なかなか買いが入ってこない、これはもうここ最近ずっと見ている流れになるかと思います。なので、対ドル対円で見た場合、ドルや円が弱い展開になってくるんであれば、やっぱりこういった豪ドルやポンド、このあたりを見ていくのがいいのかなと思うんですよね。ロングを見ていく一方で、ドルや円が強くなる展開が出てくるんであれば、ユーロというのは売られやすいんではないかなと。ユーロドル、ユーロ円のショートを見ていくということになりますけども、ただ今の環境はやっぱりドル売りの警戒というのを持っていますんで、ユーロが絡む通貨をトレードしていくのは少し難しいかもしれませんね。環境には合っていないと思います。今ぴったり環境に合っているのはやっぱりこのポンドとゴードル。ドル売りの流れが止まるとか、反発してくるとか、そういった流れになってくるんであれば、このユーロも見ていけると思いますけども、先週のドルの動きを見ている限り、やっぱりドル売りというのは強そうですんでね、少し厳しいかもしれませんね。あとは最後にドル円、ドルと円との強弱ですね、これを見ていこうかと思うんですけども、ここ最近ドルと円同じような展開が続いています。
以前ほどの同期性というのは薄れているとは思いますけども、ただ大きな流れはやっぱり同じですよね。ドルが売られれば円も売られやすい、ドルが買われれば円も買われやすい。ドル円を見ていくということは、こういった弱い通貨同士のペア、もしくは強い通貨同士のペアということになりやすい環境がありますんで、動きが出づらい環境というのは続いてしまうかもしれませんね。チャートの方でもね、それはしっかり流れとして見えてきていますので、この後はドル円を見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の日足、月足を重ねています。月足も残り1週間で確定するということになりますけども、月足を見ていくといい流れが出ているかと思います。ドル円に関しては大きな売り、これも半年以上続いていますよね。大きな売りが出ていたんですけども、一旦流れが止まっているのが先月、今月もその流れが継続しています。波の反転が見えてきているということになります。今月高値を一度止められていますけども、過去をずっと見てみると一度サポートされていたという実績のある場所になります。はい、分かりやすいように少しサイズの方を小さくしています。一度止められている、106円になるんですけどもね、過去をずっと見てみるとここが止められている、さらにずっと過去を見てみるとここでも止められている、過去にサポートされていた場所、今回は抜けているわけですけども、重要なサポートを抜けた後には戻りが入ることも多いです。そして今は前回サポートされていた壁を試す展開、この辺りで何らかしらの動きがあってもおかしくはないですよね。月足の流れでぴったり反応する場所を探していくというのは難しいと思います。例えばこの辺りもサポートされていると見ていますけども、ただ短期足、一番安いところを見ていくと105円割っている場所もあるんですよね。今回も今106円で一度頭を抑えられていますけども、これでしっかり抵抗されたと見るのは早いと思います。抜ける場面というのもあるかもしれませんし、なんならね、この107円にワンタッチぐらいはするかもしれません。月足でピンポイントにレートを見ていくのはやっぱり難しいと思います。大きな流れとして今の位置というのは過去にサポートされていた場所、抵抗になりやすい場所というのを頭には入れておきたいですね。そして流れとしては一度サポートを割っての戻りになります。頭が抑えられたという形になってくれば今度は戻り売りが入ってくるかもしれません。これは月足の流れを見ていますから、来週がどうとか今月がどうとか、そういった短期の流れを見ているわけではありませんけども、今のこの現在地から見るに、ドル円に関してはこの売りのバイアスが強い状況、これは何も変わっていない、これは頭には入れておきたいです。はい、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。週足を見ていくと波の反転が少し見えてきています。僕はここ底根圏にレンジ相場を作っていると見ていたんですよね。このレンジを意識していたんですけども、レンジからはもう抜けてきています。なのでこういった上昇トレンドを見ていきたい環境はあったと思うんですけどもね、週足の高値更新ですよね、そういった流れを見ていきたいなと思っていたわけですけども、値動きを見てみるとそういった値動きになっていません。先週は強く売りが出ています。今週は買いが入りましたけども高値をキープすることができませんでした。今のところは抜けた先でさらに小さなレンジ相場を作っていると見ています。方向感が今のところは見えていないんですよね。買いが入っても売りが入ってもおかしくない状況、下のレンジからは抜けてきていますから、バイアスとしてはやっぱり買いのバイアスがかかっている状態ではあると思います。ただここがもしレンジになるんであれば、そしてこのレンジが継続するんであれば、今のこの位置というのはレンジの上限に当たります。ならばレンジの上限で買いますかということになってしまいます。買いを見ていくんであればやっぱりレンジの下限から買いは見ていきたいですし、売りを見ていくんであればやっぱりレンジ上限からの売りというのを見ていきたい。ドル円は一度高値をつけた後の押しになっていますからね、押し目買いをしていきたい、これも十分わかるんですけども、ロングをしていくんであれば慎重に見ていかないといけない場所ということにはなってきます。週足レンジを意識した場合、上は105円の50あたり、下は104円の80あたり、まずはこのレンジの中での値動き、これを意識しながら抜けてくるのかどうか、こういった流れを見ていきたいと思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。ドル円は日足の流れを見ていけばもう綺麗な上昇トレンドが見えていると思います。今は押しが入っていますけども、まだこの押し安値割ってないですからね、押し目買いからの上昇、こういったのも本当に見ていけると思います。というよりも今のこのチャートだけを見ていけばこれ以外の流れを見ていくのは難しいぐらいに思います。ただしなんですよね、今これ週足を重ねていますけども、週足を見ていくとこの3週間はもうレンジ相場が継続しています。日足を見ていくと押し目買いにしか見えなかった場所、週足を見ていくとレンジの上限に当たります。買いを見ていくのは慎重にならないといけない場所、どちらを見ていきますかということになるんですけども、こういった場面が出てくれば僕はもう基本的には上位足を優先して見ていくことにしています。つまり今はレンジの上限、レンジの上限なんであればレンジの下限に向けた売りというのが出てきてもおかしくはない状況。はい、これ日足を重ねています。
であればね、まあ、今こういった売りが入っていますけども、押し目買いが入ってくるかもしれませんよね。どこかにサポートというのが見えてくるかもしれません。こういったサポート割ったらどうなるか、もしこの辺りで冷やし足場を作った後に崩れてしまったらどうなるか、こういった買いの勢力が崩れる瞬間、こういったのを探していくのがいいのかなと思っています。この枠というのは週足レンジになりますから、すぐに売りが出てくるというわけでもないんですよね。まあ、1週間かけてという流れを見ていかないといけないので、日足で見ていけば上昇トレンドも見えているわけですから、押し目買いも入ってくるかもしれません。ある程度こういった日足の流れも見ながら、でも週足のレンジ相場、これを意識してチャートの方を見ていこうかと思います。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。4時間足を見るとこの売りというのが結構強く出ているかと思います。トレンドも明確に見えていますし、何度かこれ買いも入っているんですけどもね、全て潰されています。この短期トレンドの継続を見ていくんであれば、まあ、日足安値更新、こういったのはあるかもしれませんね。さらにこの辺りは週足レンジの上限になります。まあ、ぴったり反応するわけではないですから、多少抜けたりもあると思いますけども、この辺りの上値の重さ、これはやっぱり意識をしてチャートの方は見ていくべきかなと思いますね。日足を見ていくと上昇トレンドが見えてきます。押し目買いからの上げ、こういった波を意識していけばどこかでサポートというのは出てくるかもしれません。ショートを見ていくんであればシンプルな戻り売り、まあ、これも全然いいと思いますけども、今こういった買い勢力の流れも見えていますからね。本格的な売りを意識していくんであれば、こういった買い勢力が投げる瞬間、苦しくなる瞬間というのを見ていきたいですね。例えばせっかく見えていたサポートを割れてしまったらどうなるか。ここは週足の壁になりますから、金曜日の終値までに下の方に潜り込んでくれば、これは週足レンジの継続を見ていくことはできるわけですよね。ならばまあ極端な話ね、月火水木で足場を作っても金曜日に割ってくればいいわけで、ショートを見ていくんであればこういった買い勢力がくじけるタイミングというんですかね、そういったところを見ていくのも面白いかと思います。今は両方の波というのがしっかり見えていますからね。日足の上昇トレンド、買い勢力もまだまだ崩れていません。ただ週足を見ていけばレンジ相場、今はレンジの高値圏、売り勢力も当然見えています。こういった両方の流れが混在している世界、すごく難しい値動きにはなってくると思いますので、あまり一方通行の考え方でチャートの方を見ていくんではなくてね、まあ、買われればどうなるか、売られればどうなるか、そういった買いの勢力、売りの勢力、両方の形というのを意識しながらトレードはしていきたいですね。はい、こちらがニューヨークダウの CFD、4時間足に週足を重ねています。今週のダウに関してはもうほとんど動きなかったですね。ただ僕はこれでもね、まあ、十分強さというのは出ていると思います。一つとしてやっぱりこの31,000ドル、この壁を明確に超えてきた、そして今週はしっかり高値でキープした、この事実がまずは大事だと思うんですよね。売りが強いんであればしっかり売りが入っているはずなんです。でも入っていないということはそれだけチャートが強い、まだまだ売りを見ていけるような環境にはないとは思いますね。強い流れを継続して見ていくことになるかなと思います。トレンドの方もまだ崩れてませんからね、来週もこの高値更新、これはしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見ていくと高値圏でのレンジ相場がはっきり見えてきています。この下には31,000ドル、大きな壁ですね。ずーっと壁になっていたところ、抜けてくれば今度はサポートに変わるかもしれません。ならば気をつけたいのが、こういった小さなレンジ今できていますけども、これ下に抜けた時にこれショートを見ていけるかどうか。直前にはこれだけの強い買いがあります。押し目買いが入ってもおかしくない環境で、下には大きな壁があります。このサポートで反発してしまうかもしれませんよね。レンジからの下抜け、もちろんショートを見ていくのも全然ありなんですけども、環境としてチャートはもうすごく強いです。日足で見ても週足で見ても高値ブレイクという形が見えています。基本的な考え方としてはやっぱり押し目買い、どこで買いを入れていくかというのを見ていくチャートだとは思います。今の現状ではショート、大きな売りを見ていくのは難しいように思いますね。まあもちろん売りも入ってくるかもしれませんけども、そういった売りを狙っていく必要性というのはないように思います。チャートの方が崩れてくるまでは、まずはしっかり押し目買い、ロングというのを見ていきたいと思います。はい、こちらが日経平均の CFD、 4時間足に週足を重ねています。日経はもうかなり強いですよね。週足を見ていくと高値更新が継続しています。こうなってしまえば来週もこの高値更新、これをまずは見ていくことになります。ならばどこかで買ってこの高値更新を見ていくのがいいのかなと思いますよね。トレンドを見ても綺麗な上昇トレンド、ショートを見ていくような形というのは今のところは一切ないのではないかなと思います。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見ていくと高値圏、レンジ相場が見えてきています。この下には3万円、大きな切り板、まあ心理的な説明ということになるかと思いますけども、まずは3万円をしっかりキープしている、これが偉いですよね。
ショートを見ている人は、まあ、いつ割れてくるか、こういったのを期待していると思いますし、おそらく下の方でね、まあ、ショートをしている人は、この3万円を超える動き、ハラハラしながら見ているんではないかなと思います。明確に日足で見てもトレンドが出ています。今は調整局面に入っていますけども、まずはこの高値更新、これをメインシナリオに考えてはいきたいですね。ならば、今はレンジが見えているわけですからね、まあ、戦略としてはレンジ下限からのロング。ただまあ3万円終わったとしてもね、まあ、チャートの方が崩れてくるかと言われると、まあ、そこまでは見ていけないんじゃないかなと思いますけどもね、今の押し安値というのはこの辺り、29,200 円あたりにあります。チャートを見ていくんであれば、ここ割れなければロングというのは引き続き見ていけますんで、仮に3万円割れたとしてもね、まだまだ押し目が読めていける環境というのはあると思いますけどもね、ただ1週間にわたってこれ3万円キープしていますから、まずはこのサポート、ここを意識してチャートの方を見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが金の CFD、4時間足に週足を重ねています。金はかなり今週大きく売られました。ただね、まあ、直近の安値、これに面合わせの状況なんですよね。まだ割っているわけではないと思います。大きな上昇トレンドの後の、今は調整局面。この調整が今長引いていますけども、まだこれ安値割っていませんからね、しっかりサポートされれば、また反発という形が出てくればね、ゆったりとですけども、波の反転も見えてくることになります。今週のこの週足、まあ、結構注目ですよね。下の方に抜けてしまうようであれば、この青いトレンドの継続。仮に少しでも反発するんであれば、ここには一旦のサポートが見えてくることになります。サポートが見えてくれば、まあ、こういった強い流れからの押し目買いを見ているブルハ、こういった人たちも出てくると思います。買い方にとってはもう勝負どころですね。これ割れてしまうとかなり苦しい状況になってしまいます。今週はこのサポートが効いてくるのかどうか、まずはそれを見ていく一週間になるんじゃないかなと思います。仮にまあサポートというのが見えてくればね、来週、まあ、来月以降という形でもいいと思いますけどもね、波の反転を見ていくのも面白くなってくるかもしれませんね。はい、ということで、やっぱりこのドル円ですかね、日足を見ていけば綺麗な上昇トレンド。ただ僕はあまりこの上昇トレンド、そのままには受け取っていません。はい、週足を重ねていますけども、この週足のレンジ、これを意識してチャートの方は僕は見ていこうかと思います。特に先週ね、まあ、売りが入っているこの局面、ここで押し目買いをしている勢力、ブルハの勢力というのをちょっと意識していこうかと思います。そもそもドル円というのがね、まあ、通貨の強弱でも見ましたけども、どちらもが強い流れ、どちらもが弱い流れになりやすい通貨ではあります。動きの方が出づらい環境というのはあると思いますので、特にこういった少し抜ける動き、これもそうですね、少し下の方に抜ける動き、こういった値動きに振り回されないようにはしたいですね。大きな流れを捉えながらトレードはしていきたいなと思います。今回は以上になります。今回、週末にマルチタイムフレーム分析、その中でも見ている時間足によって景色が変わってくる状況、これを動画にまとめています。今回とは被る話も多いとは思いますけども、今回のように日足や週足レベルでこれだけの見え方の違いというのが出てくるのも珍しいですから、もし興味があればね、動画の方はご覧になっていただければと思います。概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。それでは来週も頑張っていきましょう。